ちです。いつも大変暑いね。撮影協力ありがとうございます。お前一丁前にはいはいみたいな顔すんじゃねえよ。今日はちょっと面白い企画があって、またねツイッターでちょっとねよくさ、俺らが材料何個か付けるとかなんか入れると、俺ら12本か付けるとか10本か付けるとか、まあ、入れてくる子がおるんだけど、なんかにとってあるな今日。もう一本別の動画撮ったんですけど、今日。今日は真ん中ガンと数えないからね。そうです。縁から上げてない。でもアンチはまあ縁からでいいんだけど。アンチは別に縁から縦でもいいですね。アンチは縦で縁からでもいいんですけど、結局今日何枚か付けるからじゃあやろうと。で、まあもちろんこいつらが担げる人って全然おると思うんだけど、全然いいんだけど、わざわざコメントに俺はこんなに担げるんだみたいなことを言ってもしょうもない話なので、ちょっと面白企画としてアンチ何枚担げるかのやつをツイッターで送ってください。でツイッターはちょっと多分出て説明もついてると思います。まあ今ここに俺今急遽これ考えたのであとはジムに丸投げするんだけど、まあ、ジムがそれ企画組んでくると思うんで、まあ詳細は多分詳細欄とかに入ってると思うんで、じゃあ優勝者どうする、マックス担いだやつには100万円の偽札ね、前作ったやつ俺のシレッタのね偽札を配りますって言って、まあ、ステッカープレゼント、ちょっとそれはちょっと見てください。まあ多分 何かしらのプレゼント、いや同数っていうのがあるんだろう。あります。7対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 のがあるねなと思ったんで、ちょっと考えなあかんなと思ったんですけど、まあちょっと企画やるんで、でそれをツイッターに映像、まあ、ちょっと上げてくれただけでやりましょうっていう企画でちょっといきましょうか。エントリーナンバー1番、ベトナムからの資格帰ってきたベトナム人っていう、もう4年目だもんな。4年目だもんな、はい。うん、まあ、ちょっとまだ体小さいけどな、まあ、足場のために生まれたみたいな体しとるけどな、狭いとこ得意だしな、うん、ちょっと担ぐのは不利かな。エントリーナンバー2番汗をかく男尋常じゃないぐらい汗かいてる。やばい。お前汗で歯も流れ落ちたんだろう。ああ、多分そうっすね。嘘、お前何枚いける？4枚とか。4枚はやばいぞ。俺現役の時でも全然いけたけどな。俺21年やったら多分これ60枚は稼いだ。俺重機でそのまま背中に置いてこうやって歩いていくよ俺多分。6枚ごと言うとまたアンチがあるもんね。じゃあ4枚、まあ頑張ってな。マックス6枚まで今あるんでね、とりあえずは。さあ、最有力候補、優勝の、はい、視聴者に一言。動画待ってます、いろんな人の。嘘、俺は負けねえよって言ってくるよ。負けません。負けるってお前。静かに。負けません。エントリーナンバー3番、塗り替え道場のマッチョね。まあ、こいつ結構力あるでね、やっぱ。まあ、言ってもね、俺には勝てんと思うけどな。勝ちます。それちょっと行ってみようか。じゃあエントリーナンバー1番2帰ってきたベトナム人4おお、全然余裕か。おお、全然余裕だね。で奥底前だか。あ、ほんとだ、 OK な。余裕、簡単、簡単です。嘘、5枚いける。あ、全然できます。いやー、結構やっぱ力あんな、こいつちっちゃいのにな。ほんとにちっちゃいで、こいつ細マッチョ。ちょっとこれやって、これやってちょっと面白いこと言うとかんとな。オッケー。エントリーナンバー4、歯が汗で流れてきちゃったのってこ。エントリーナンバー2、用意。ちょっと微妙なラインだねっていうのが全然余裕だったな。はい、どうでした？余裕？まだいける。そうです、全然余裕。5枚いける？はい、5枚いけると思います。そう、頑張ります。 OK、 行きましょう。エントリーナンバー3番、静かに怒る人静かに怒る人。よーいよーい。やっぱ違うな。グッといったな。ちょっとね、あんまりこうやって担ぐと腰いかれるんで気をつける。いいですか？持った気になりません。ん？持った気になりません絶対アンチ湧くな。一つだけ皆さんお願いします。アンチで湧いてくださいめちゃくちゃ嗅いでください。はい、次。これ視聴者の皆さん、
こんな危ないことやらせて大丈夫かというけど、あの後ろにはね、もう医療班が3人が今待機してるから、あの大丈夫なんで準備して撮影してますんで皆さんねそういう勘違いしんでね。エントリーナンバー1番、6枚チャレンジ、ベトナムからのちっちゃい人行くかな、まあ、よっ。おめでとうございます。おー、ありがとうございます。一周しようか、これを一周回るっていう。エントリーナンバーの挑戦します用意あ、もうやばいね、これ。ダメだよ。きつい重いっす重いっす。ダセーな全然全然体ってでかいのな。腰いっちゃいます。だってもう無理するなよ。だって現場でもやっぱもう一生懸命やってるで。やっぱ力ねえんだこっちの。いや筋肉って本当そういうもんじゃないんだな。やっぱ俺も職人やってたよ、分かる。6枚担げる体しとるもんな。センスが良かったんだ。いや俺もどっちかっていうとあんまり筋肉マッチョじゃなかったもんね。だけどやっぱ毎日やってるんだよ。で担ぐコツがあるんだよね多分なあ、リュウジ力使わんコツがあるんだよな多分。それもあると思う。あるよ、ね、絶対。はい、残念。1,2,3,4,5,6 枚チャレンジで失敗やで、まあ、4枚で終わったけど4枚チャチャチャって出てる5枚やってないよね。まあそれはしょうがないな。しょうがないですね。入れ替え道場の最終ウェポンヒゲがダサい男6枚チャレンジちょっと緊張があるね。あ、OK いいか。すごい、全然違うわベトナムからのちっちゃな人意味が分かんないですけど、すいません、すまんなくて、すいません、仕事なんで許してください。挑戦7枚ね、いける？いや、大体ちょっとやらない。ちょっともうこれあと、ね、あと1年やったらいいな。今半年ブランクあるでな、はい。まあ、1回ベトナム3年で満了して入って半年ゆっくりして帰ってきて2ヶ月だな。そうです。まあ半年後ぐらいやったら行っちゃうよって感じだな。そうです。よし、行きましょう。行くぞ。まあちょっとね、笛も近所の近隣があるんでちっちゃな音鳴らしますね。よーい。危ない。はい、ダメだ。あ、でもすっげえ、全然すっごい。ちょっと背中落としてこいつ、背中すっごい違うやで。腹筋見せばいいんじゃない。あ、腹筋見せてよ。腹筋これ、あ、こっち俺に見せてもしょうがないだろお前。噛んだら立つとお前らかわいそう。近いやでガーって、これちょっと高いぞ。すっごいね、すっごいね。やっぱ全然違うわ。はあ、まあちょっとコツまだちっちゃいで不利だしな。6枚まあイケメン風マッチョ挑戦7枚いきまって。うわすごい。あ、危ない。定着だ、定着。オーケー。うぇ、8枚いく。あ、いく。寝返り道場の、まあ、最後はちょっといい風に褒めようか。まあ足場の作った男たちだね。そうですね。まあもうお前とトシコだもんな、ほぼ。手なんか途中だもんなあいつ。途中っていいでしょだよ、何回もあの飛んどったであいつそれ飛ぶ時間も1ヶ月ぐらいとか飛んどったであいつなんでこいつはもうこいつとトシくんね、よく動画に出てる寝返り道場の足場を作った男、8枚チャレンジ。え？ちょっと音が鳴せんもん。あー、これ偉いよ絶対。偉いぞ、偉いぞ。これほとんどほとんど手回ってないですからね。もうほぼ回ってない。あ、さ、三番手だよ。落とした時にガシャーってなるんだ。絶対偉いなこれ。手も止める。ガシャーってなるんだけど。
ワンチャンあるよ。やばい。これいく？もう一回いくっすよ。いく？いくよね。体に慣れてないんでね。あ、そういうことか。そういうことか。OKOKOK。まあ本当にこれ実際の映像がテイク1だよね。本当に。まあ、テイク1挑戦だよね。まあ、本当に何回もやっていいやつだけ撮ってるとかじゃないかな。もうちょっと暑いで俺も測りたいし、ね。撮影班も。いや、いけそうだったな。勢いなんですよね。肩まで乗る勢い。ああ、肩まで乗っちゃえばいける。そうだよ。いけそうだったな。一応、一番偉いところを越えたもんな。うん、定着させるだけだもんな。もう一回行くぞ。乗り換えと、あ、南瀬港か。南瀬港の作った男たち、挑戦。ちょっと、動かないけど。生きてえな、これ。8枚とか全国フェイクでできるから8枚以上とかね、上げれるんだったら上げて、で、まあ、動画にはなるんで、で、なんか面白いでしょうとかいろいろちょっと作ろうと思いますんで、結局6枚、7枚でも上げてね。はい、情けない映像になった。南瀬港を作った男たち、8枚稼ぎません。すいませんでした。すいません。はい、こんな感じになってますね。4、5、7ね。そして偉い。楽しかったんだけどね。ぜひ最初に入れたようにツイッターで募集して、まあ、いろんな賞ちょっと考えてツイッターに詳細載ってますんで、ちょっと僕稼げんけどっていうのでも全然いいんで、まあ、楽しいのが一番だね。この荷物稼げない大したことじゃないもんな。仕事は仕事には関係ないんで。そうそう、遊びって言ったらいかんけど、ね、まあ、大事な一つの要素かもしれんけど、まあ、全然そんなこと仕事、うちなんか特にこうやってやっぱ体ちっちゃい細いやつがやっぱ上手なもんな。仕事狭いし得意だしな。でいろんな得意があるんで全然問題ないと思いますんで、ぜひね、コメントとチャンネル登録もしようね。まだ見てねー。